はい、こんにちは。勝俣博物館です。今日ご紹介する展示物はこちら、魔界華道黄金騎士画廊龍河バージョンですね。魂ウェブ商店リミテッドエディション、プレミアムバンダイ限定商品です。こちらの画廊はですね、画廊闇を照らすもので主人公だった道外龍河の黄金騎士画廊ですね。黒画廊です。通称外箱はこんな感じ、ポージングが決められてます。では開けていきます。おお、2つ入ってますね。マントと本体。ガロ入ってますね。ガロ剣も入ってます。では開けていきます。よっと。おお、ガロが眠ってます。掘り起こします。ガロです。ガロ近くで見るとこんな感じ。めちゃくちゃこの緑の宝石部分とかいいっすね。目とか口も開きます。すごい。そしてこの黒ガロの紋章、背中にもパーツがちゃんとついてますね。襟元もすごい。肩も動きます。この腰の部分も動きますね。お腹も動きます。すごい動く。膝も曲がる。足首も曲がる。すごいっすね。こんな感じですかね。おお。自立もしますよね。自立もしますよね。自立しますね。自立します。ガロです。まあこちらのマントとガロ剣、これもパーツ差し替えで遊べます。パーツ差し替えで。でもこれはホームページの方に写真で載っけておきますので、ホームページも合わせてご覧ください。YouTube のチャンネル登録、評価の方もお願いします。ではまたねー。